人類が増えすぎた人口を宇宙に移民させるようになってすでに半世紀が過ぎていた。地球の周りの巨大な人口都市は人類の第二の故郷となり、人々はそこで子を産み育て、そして死んでいった。宇宙世紀00791月、地球から最も遠い宇宙都市サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に対し独立戦争を挑んできた。地球連邦軍、スペースコロニーをもその勢力下に置き、その国力はジオン公国の実に30倍を誇る。誰もが信じて疑わない連邦軍の揺るぎない勝利。しかし、ジオン軍はモビルスーツと呼ばれる人型の新兵器を投入、誘導兵器やレーダー機器を使用不能とするミノフスキー粒子を利用した有視界戦闘で艦隊を主力とする連邦軍を圧倒したのである。このジオンの新戦術により、開戦からわずか40時間で連邦側に立つ3つの宇宙都市は壊滅。凄惨な殺戮劇はこれだけにとどまらず、ジオン軍は暴挙ともいえる行為に出る。コロニー落とし。ジオン軍によって壊滅した宇宙都市からスペースコロニーを略奪し地球へ落下させた。ブリティッシュ作戦と呼ばれるこの非道な戦術により、さらに多くの人命は失われ、開戦1ヶ月余りの戦いでジオン公国と地球連邦は総人口の半分を死に至らしめた。そして戦争は膠着状態に入り、8ヶ月余りが過ぎた。ガンダム大地に立つ。
認めたくないものだな。自分自身の若さゆえの過ちというもの。これ以上来させるか。やれるのか、アムロ。怯えていやがるぜ、このモビルスーツはよ。しろアムロ、こんなことでどうするんだ。いただき、くそ。今度ザクを爆発させたらサイドセブンの空気がなくなってしまう。どうすれば。連邦の化け物が。くたばれ。どうする。コクピットだけを狙えるのか。こいつでとどめだ。ジャイ、こいつこれ以上やらせるか。当たれ。よくも。
そうさせてたまるかよ。見てろよ、僕だってやれるんだ。見せてもらおうか、連邦軍のモビルスーツの性能とやらを。この私を捕らえるとは、少しはできるようだな。やれるとは言えないけど、やるしかないんだ。いただき。敵に乗せられるな。確実に仕留めていけ。シミュレーション通りにやればできるはずよ。よし、敵を撃破する。各員、援護してくれ。支援します。断じて撃ち落とされてはならん。いいか、相手をよく見るんだ。よし、まずは仕掛けてみるぞ。突破口を開きます。一気に攻めましょう。私に出会った不幸を呪うがいい。世紀の軍人を失ったホワイトベースは、南米ジャブローの連邦軍本部へ向かうため、地球軌道上へと進路を取る。しかし降下姿勢に入ったホワイトベースに、ジオンの赤い彗星シャア・アズナブルは強襲をかけ、軌道上の戦いは熾烈を極めるのだった。今度こそシャアの動きに追いついてみせる。連邦のモビルスーツは化け物か。シャアの猛攻を辛くも退け、大気圏を突破したのもつかの間、ホワイトベースにその雄大な大地を見る余裕はなかった。軌道上の戦いにより、ホワイトベースの突入角は大きく変えられ、ようやく降り立ったのは地球方面軍司令官ガルマザビの支配するジオンの勢力圏内だったのである。さすがですな、シャア少佐。大気圏で敵を撃ち漏らしても、敵の侵入角度を変えさせて我が軍の制圧下の大陸に引き寄せる二段構えの作戦でしたか。戦いは非常さ。そのくらいのことは考えてある。無線が回復したら大陸のガルマ大佐を呼び出せ。はあ。敵地で孤立したホワイトベースに残された道はただ一つ、目の前の敵を突破し生き残ることのみである。ガルマ出撃数。
Thank you.
逃がすかよ。アムロ戦ってみんなが危ないの。無理だよ、自分でもどうしようもないんだ。私アムロが戦ってくれなければとっくに死んでたわ。僕だってそうなんだよ。だけどもう怖いの嫌なんだよ。アムロ、アムロ出撃なんだぞ。貴様なぜ自分の任務を果たそうとしないんだ。戦いが終わったらぐっすり眠れるって保証があるんですか。保証？戦いが終わったってまた戦いに駆り出されるんでしょ。僕は今まで散々戦ってきたんです。もういいじゃないですか。だいたいそういうブライトさんこそなんで戦ってるんです。今はそんな哲学など語っている暇はない。言ったな。そんなにガンダムを動かしたいならあなた自身がやればいいじゃないですか。何？できればやっている。貴様に言われるまでもなくな。僕だってできるからやってるんじゃないんですよ。殴ったね。ブライト少尉、殴ってなぜ悪いか。貴様はいい、そうしてわめいていれば気分も晴れるんだからな。僕がそんなに安っぽい人間ですか。二度もぶった。親父にもぶたれたことないのに。それが甘ったれなんだ。殴られもせずに一人前になったやつがどこにいるものか。もうやらないからな。誰が二度とガンダムなんかに乗ってやるものか。アムロ、いい加減にしなさいよ。しっかりして、情けないこと言わないで。アムロ、今のままだったら貴様は虫けらだ。俺はそれだけの才能があればシャアを超えられるやつだと思っていたがな、残念だよ。シャア、アムロ、ガンダムに操縦マニュアルってあるんでしょ。私ガンダムに乗るわ。自分のやってきたことにうぬぼれられない人なんて嫌いよ。今日までホワイトベースを守ってきたのは自分だって言えないアムロなんて男じゃない。フラウボー、ガンダムの操縦は君には無理だよ。悔しいけど僕は男なんだな。アムロ、チャンスは最大限に生かす。それが私の主義だ。ジー、やれるとは言えないけどやるしかないんだ。えい、グレートキャニオンを突破したホワイトベースであったが、
彼らを狙うガルマザミの追撃はその後も必要なまでに続いた。ガウ攻撃空母で指揮を取るガルマはホワイトベースを追い詰めるも、抵抗を続ける彼らに焦りを募らせる。功をせくガルマに対し、友のためにと自ら出撃を申し出るシャア。だがそれはシャアの恐るべき陰謀の序曲であった。バカな、シャアの報告と違うではないか。ガルマ、聞こえていたら君の生まれの不幸を呪うがいい。何？不幸だと？君はいい友人であったが、君の父上がいけないのだよ。シャア、はかったな。シャア、シャアの謀略によってガウ攻撃空母はホワイトベースに捕らえられ、最後の特攻を試みるもガルマの命はあえなく散った。そしてこの秘宝はすぐさまジオン本国へと伝わり、ジオンの指導者であるザビ家の抜擢ガルマザビの死を誰もが悲しみ嘆いた。ただ一人、小野賀兄弟の死さえも利用せんとする男、ギレン・ザビを除いて。我々は一人の英雄を失った。しかしこれは敗北を意味するのか。いや、始まりなのだ。地球連邦に比べ我がジオンの国力は30分の1以下である。にもかかわらず今日まで戦い抜いてこられたのはなぜか。諸君、我がジオン公国の戦争目的が正義だからだ。一握りのエリートが宇宙にまで膨れ上がった地球連邦を支配して54年、宇宙に住む我々が自由を要求して何度連邦に踏みにじられたかを思い起こすがいい。ジオン公国の掲げる人類一人一人の自由のための戦いを神が見捨てるわけはない。私の弟、諸君らが愛してくれたガルマザビは死んだ。なぜだ。諸君の父も兄も連邦の無視な抵抗の前に死んでいったのだ。この悲しみも怒りも忘れてはならない。それをガルマは死をもって我々に示してくれたのだ。国民よ、立て。悲しみを怒りに変えて立てよ国民。宇宙の有料主たる我らこそが人類の正しき未来を救うことができるのである。ジーク・ジオン。ザビ家の長兄ギレン・ザビはガルマの葬儀を大々的に執り行い、弟の死を政治的なプロパガンダとして利用した。その結果ジオンの士気は飛躍的に高まることとなり、そしてそれはジオンの仇となったホワイトベースにとってより一層激しい戦いを強いられることを意味していた。激闘は憎しみ深く。
いただき！なんと！
親父、休ませてもらうぞ。13人だ。みんな、何を食ってもいいぞ。作戦前の最後の食事だ。あなた、今度の作戦、どういうおつもりで受けたのです？不服なのか？いえ。お前が考えている通り、今度の木馬討伐の作戦は、ザビ家の個人的な恨みから出てはいる。しかしだな。この戦いで木馬を沈めてガルマ様の仇を討ってみろ。わしは二階級特進だ。わしの出世は部下たちの安定につながる。兵たちのため？お前のためでもある。ザビ家により近い生活ができる。まあわしに任せておけ。信じております、あなた。うん。ハモン、食事にしよう。あなたは何になさるの？任せる。じゃあ何かできるものを14人分。一人多いぞ、ハモン。あの少年にも。
あんな子が欲しいのか。まさか。あの、なんていうか、ご好意は嬉しいんですけど、僕にはいただけません。なぜ？あなたに物を恵んでもらう理由がありませんので。ハモン、一本やられたな、この小僧に。君のことを私が気に入ったからなんだけど、理由にならないかしら。そんな。小僧、ハモンに気に入られるなぞ、よほどのことだぞ。でも僕そんなつもりじゃありませんし。気に入ったぞ小僧。それだけはっきりものを言うとはな。ハモンだけのおごりじゃない、俺からもおごらせてもらうよ。ん？そんなんじゃ。ランバナル隊、怪しい奴を捕まえました。何？スパイか？は、行動不審の女が。アムロ、フラウボ、あなたのお友達ね。あ、はい。しかし、こいつの着ているのは連邦軍の制服です。そうなのか、ハモン。さあ、そうらしいけど、この坊やのガールフレンドですって。ほう、話してやれ、クランプ。は、小僧、アムロとか言ったな。は、はい。なるほど、いい目をしているな。それに度胸もいい。ますます気に入ったよ。だがな、戦場であったらこうはいかんぞ。頑張れよ、アムロ君。はい。ランバラルさんもハモンさんもありがとうございました。アムロ、行こう、フラ。あの二人、逃がしてよかったので。この近くにいる連邦軍となれば木馬ぐらいしかおらんはずだ。クランプ、後をつけろ。は。Thank you.
宇宙世紀00179 11月、サイド3と地球をつなぐジオン公国軍最大の鉱山基地オデッサ。地球連邦軍はこの鉱山基地を奪回すべく、レベル将軍の指揮のもと陸上兵力のおよそ3分の1を投入した一大作戦、オデッサ作戦を発動した。砂漠の死闘に傷ついたホワイトベースもまたオデッサ作戦に参加するため、マチルダ・アジャン率いる補給部隊による修理を急いでいた。しかしマクベ指揮下のエース部隊黒い三連星が最新鋭のモビルスーツドムを借り強襲。ホワイトベースは黒い三連星の猛攻を退けるも、その犠牲は大きかった。オデッサ作戦に参加した全ての戦死者に対して哀悼の意を表し、全員敬礼。僕のせいで、マチルダさん、マチルダさん。ホワイトベースを守るべく、マチルダはその身を挺し、儚くも散ってしまう。アムロにとって初めて知った女性の香りを残して。しかし戦火の中に散っていった命一つ一つの、その深い悲しみを慰めることなど誰にもできはしない。それでも彼らは人の死を乗り越え戦い続けねばならないのである。ジャブローに散る。
うかつな動きを、脆い部分がガラクだ。落ちろ。甘い。抵抗すれば容赦はしない。甘い。ここまで来てホワイトベースをやらせるものか。私に出会ったのが貴様の運の尽きだ。そう。次、こちらに狙いをつけさせないつもりか。落ちろ。いただき。気に入らんな。俺はジオンを叩く。徹底的にな。くっ、一気でも多く敵を仕留めないと。こいつ、迂闊に前に出るから。逃がすものか。
腕は立つようだが相手が悪かったな。そう、うかつなやつめ。そこ、こいつ小賢しいと思う。落ちろ。